回転する四次元立方体を三次元に投射したアニメーション平行法で見る四次元は次元が4であること。次元が4である空間を四次元空間と呼ぶ。なお、ここで言う空間とは物理空間に限らない。数学においてはユークリッド空間をはじめとしてベクトル空間や多様体など次元を考え得る空間や対象は様々ある。端的に言うと、 ある集合 S の一点を指定するのに、他の4つの集合から1つずつ元を選ぶ必要があるときに S は4次元だという。4次元、ユークリッド空間を物理空間に対する病像から考察すると次のようになる。2次元は1次元の対象をそれと独立な方向に並べたものであり、3次元は2次元の対象を並べてできるものであるから、4次元は3次元の 対象をそれと独立の方向に並べてできると考えられる。四つ目の方向として時間軸を取れば三次元の対象を連続移動するときの奇跡を四次元と考えることができる。身近な四次元には次のようなものがある。四次元には次のような性質がある。特殊相対性理論に基づいた現代の標準的な力学、電磁気学上の量子論は 空間三次元、時間一次元のミンコフスキー時空によって記述される。特殊相対性理論を重力を記述するよう拡張した一般相対性理論はこの四次元時空に曲がりを導入することで記述される。このように現代物理学の基本的な枠組みでは我々が存在しているこの時空は空間三次元、時間一次元の四次元として扱われる。また、 我々が知覚している空間三次元、時間一次元だけではなく、四つ目以降の空間次元や二つ目以降の時間次元の存在を仮定する物理学理論も数多く研究されている。このような空間三次元、時間一次元を超えた五つつ目以降の次元空間のことを物理学用語で余剰次元という。例えば超限理論では、この宇宙は、 空間9次元時間1次元であるとされる。この場合、我々の世界が空間3次元時間1次元に見えるのは、残りの空間6次元が通常の手段では観測不可能なほど短いためと考えることができる。ヘテロティック原理論においては、空間25次元時間1次元の時空が考えられる。これらの余剰次元を持つ理論体系の研究は、 進んでいるが、いずれも実験的な証拠を得ておらず、仮説の段階に過ぎない。フィクションの作品では、時間を四つ目の次元とする作品は数多く存在する。H.G. ウェルズの小説、タイムマシンでも、時間が第四の次元であるとの理論が作中で説明される。一方で、時間を四つ目の次元としない作品も存在する。眉村拓の小説。 謎の転校生では次元を超えた世界の存在が描かれるが、時間は四つ目の次元ではないとの説明がされている。漫画、ドラえもんに登場する四次元ポケットにも、時間の要素は存在せず、四次元の空間に無限に、物体を収納することができるというものである。ありがとうございます。